見てください、鶏の油結構出てきたの分かりますか。僕の料理は全て入れる意味があります。どうも料理の皆さん、リュウジです。はい、ということでですね、皆さんもう秋真っ盛りですね。ということでですね、今回ですね、秋の至高シリーズと題しまして、至高の鶏汁でございます。皆さん、豚汁ではございません、鶏汁でございます。鶏汁ってなんだっていう方いらっしゃると思うんですが、これはですね、豚汁の鶏バージョンです。はい、ただ単にそんなだけです。豚汁ももちろん美味しいんですけども、鶏汁これめちゃくちゃうまいんですよ。なぜかっていうと、鶏ってあの豚よりも旨味が強いんで、ものすごくいい出汁ができる。この豚汁で僕、まあ、もう500万回再生ぐらいされてる、相当伸びた汁があるんですけども、あれの作り方ももちろん最高に美味しいなんですけど、今回ちょっとあれとは違う味付けでいってみたいと思います。だから こちらの鶏汁、豚汁を今まで作ってるの見たことあるよっていう方も、ぜひこのやり方真似していただきたい。そんな最高の鶏汁やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。まず鶏汁なんで、鶏です。鶏もも肉、胸肉ってもできないことはないんですけども、煮込むんで硬くなっちゃうんで、もも肉の方が絶対美味しい。まあ具材ですね、ごぼう、ごぼうはね個人的必須です。味噌とねすごく相性がいいし、香りが出るんでね、鶏とごぼうの相性は最強。あと長ネギですね、はい、これも香り付けと具材になりますね。でニンニク、生姜、僕の豚汁はもうこれ絶対入るんで、入れてください。で人参、大根、あとキノコね、あの秋なんでキノコ入れます。 200g お好きなもの、なんか椎茸とかでもいいですし、しめじでもいいです。今回はエリンギと舞茸です。であと鰹節ですね、今回は鰹節で、旨味をつけていきますので、鰹節用意してください。あと、調味料は概要欄に書いてありますので、こちら参考にしてみてください。それではですね、これから至高の鶏汁を作っていくんですが、至高の鶏汁を作る上で何が一番重要か、やっぱりですね、自らを至高にしていくことですね。はい、限定回帰です。今までなんかいろいろごちゃごちゃ言ってきましたけど、自ら至高にすることを一番大事ということで、自ら至高にするためにこちらを使っていきます。はい、それでは金麦で自らを至高にしていきます。うー、皆さん乾杯。かー、これなら、これがないと始まんない、このチャンネルは。じゃあ皆さん最後までお付き合いお願いします。じゃあね、具材をちょこちょこ切っていきます。ごぼうですね、ここ土で汚れてたんで、ここちょっと切り落として、ごぼうはですね、こうやって斜めに切ってください。斜めに薄切りですね。あの笹がきでやる方もいるんですけども、笹がきってね結構ねハード高いんですよね。僕はこうやって普通に斜め切りにした方がいいと思います。その方がね具材感出ますし、これがね一番簡単。はい、こんな感じですね。じゃあ次、人参。人参はね切って、で僕ね、あの皮剥きません。なぜかっていうと、皮ね美味しいからです。煮込むとね全然気になりません。でこれ半月切り。そもそもね、人参って、ね、出荷してる状態でね、大体の表皮はね剥けちゃってるんですよね。ピーラーとかでやっちゃうと栄養素を全部なくしちゃいますんで、だから皮剥かない。これ豚汁とかの煮込みだったら全然剥かなくて平気です。で大根、大根も皮剥かない。そうすると皮の栄養素まで全部いただけますんで、フードロス撲滅にもつながりますんで、こういうのはねつけたまんまでいいです。特に煮込み料理はね、まあ取った方がいい料理もあるんですけども、煮る料理だと大根の皮はねほとんど気になる。気になる方は取ってください。ただねいらんと思います。人参は半月にしましたけども、大根は太いので、こういういちょう切りですね、1センチはないぐらいの厚さで切っていただければいいかなっていうふうに思います。はい、こんな感じですね。そしたらね、ニンニクと生姜なんですけど、生姜はねこのままでいいです。はい、皮付きのまんまです。皮ごとおろします。皮の方がね香り成分強いので。ニンニクなんですけども、これね後でねおろすんですよ。これすりおろしにする。だからね皮だけ剥いてといてください。ニンニクと生姜このまんま。キノコ、キノコね、舞茸はねもうほぐすだけ、ほぐしてほぐしてほぐして人にほぐすだけでいいです。まあエリンギはねいろいろ切り方あるんですけども、まあ、今回はねこうやってスライスにしていきます。エリンギはねスライスするとちょっとお肉感が出てね、あのボリュームがあって満足感が出ますんで、僕はねエリンギ結構スライスが好きなタイプです。こうやって太いのはね切って、この状態でスライスしていけば大丈夫なんで、こんな感じですね。でキノコはね旨味と香りをつけてくれるんで非常に優秀な食材です。あとねヘルシーだしね。でキノコはこんな感じになりました。ネギはねいろいろ切り方はあるんですけども、僕はもうこうやってもう普通に斜め切りです。
どちらかというと長ネギはね、具材というよりは薬味というかね、最後にこのネギの風味を加えたいっていう状況で使いますんで、青い部分を使います。青い部分はね、ここに砂噛んでたりするんで、これちゃんと洗ってくださいね。こんな感じで、関東だとここね、青いところ捨てる方多いらしいんですけども、ここね、めっちゃ有用に使えるんで、余すとこなく鶏汁に入れてネギの香りを最大限に生かしていく、そんな使い方をしていきます。じゃあこれはね、最後に入れますんで、また別のボウルまで。はい、そんで鰹節なんですけども、ちょっと大きめの器に移して、600ワット1分です。で、鰹節、出汁を取るためなんですけども、まずね、鰹の粉にしていきます。これね、池盛りシステムって言うんですけども、今回はそれを使っていきます。で、次最後、鶏はね、こんな感じで真っ二つにしてください。で、できるだけね、薄めに切った方が美味しいです。はい、なんでこういう風にね、そぎ切りしていきます。薄い感じにすると、他の具材とね、一緒に食べる時にすごく美味しいので、あんまり太いとね、食べた時に鶏しか口に入んなかったりするんですよね。なんでできるだけ薄くした方がいいかなっていう風に思います。大体これでね、3、4人前取れますん でもっと大人数で食べたいなっていう方は、全部の材料ね、2倍で大丈夫ですんでね。そぎ切りね、ちょっとね、切れる包丁の方がいいので、皆さんね、研いでからやった方がいいかなっていうふうに思います。家庭の包丁でもね、研ぐと全然違いますんでね。はい、こんな感じ。材料の切り方は以上です。はい、なので、これから煮込んでいきたいと思います。いや、すいません、鰹節できましたんで、鰹節こんな感じで崩してください。電子レンジにかけることによって水分が飛びますんで、これをカシュ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 やっていくと鰹の粉になる。で、これなんで粉にしていくかっていうと、電子レンジで温まることによって、鰹の香り、すっごい、まず香ばしい香りがすごい出ます。そしてですね、プラスこの粉にしておくと、鶏汁を飲むときにですね、口に当たらないんですね。崩してないとね、すっごい鰹節って口に当たるんですよ。そんな感じで、今回は濃厚で香り高い鶏汁ができますんでね、こんな感じで崩しておきます。はい、これで下準備 OK。 鶏汁なんですけども、フライパンで作ります。これ至高の豚汁もそうですね。フライパンのみんな持ってるでしょ。鍋でもいいですよ、もちろん。ごま油大さじ1杯、これでごま油使った方がね、香りが出ますんでね。鶏汁、香り重要です。で、ここでフライパン温めるじゃないですか。まず最初何を炒めるか、これ、ね、ごぼうなんです。ごぼうはね、よく炒めるとね、香ばしい香りがふわっと出るので、最初にごぼうを炒めてください。作り方自体はね、切るのはね、結構いっぱいあるんですけども、だから全部切っちゃえばね、こんなに簡単な料理はないです。で、まずは、ちょっと強めの火でね、炒めてください。今回はね、この具材でやってますけども、もちろんね、お豆腐入れたりしてもいいし、こんにゃく入れたりしてもいいし、きのこ増やしていただいてもいいし、いろんなね、食材でね、やれます。作り方のベースだけ覚えてください。ただ僕的にまあ、ごぼうは入れた方がいいかなっていう感じですかね。ごぼうとネギは入れた方がいいかな。里芋入れたりしてもいいし、なんかじゃがいも入れたりしてもいいし。で、パリッと炒めてくると、ごぼうのね、すごくちょっと土の香りのあるいい香りがね、出てくるんですよ、これ。そしたらこれ開けて、ここにさっきの鶏肉の下味ね、ここでつけます。ちょっとここで塩コショウ。今回はね、でもね、下味ね、ほんとつけた方がいいんですけども、後でね、味噌で結構煮込むんで、はい、軽くね、軽く下味つけましょう。ちょっとこう、強めの火で、この鶏の脂を出していくような感じですね。鶏の脂がね、かなりね、汁全体に回ってすごく美味しくなりますんで。量産、脂ですよね。で、あと出汁の多さ。これが豚汁とは違う部分になります。で、鶏は焼き目をつけて、この皮の脂を出してですね、このね、ごぼうにちょっと吸わせていくんですね。お野菜に染みさせていきます。こうやっていくと、ごぼうにもいい焼き目がつきますし、鶏にも焼き目が、いい焼き目がついてます。今日は久々に真面目でしょ。こういう時もありますから、皆さん。たまにこういう真面目なところを出さないと、やっぱね、お仕事が来ないので、ただの酔っ払いじゃないんですよ、皆さん。そしてこの炒まったごぼうの香り、これで飲んでいく。皆さん、お料理は楽しくやりますよね。見てください、鶏の脂結構出てきたの分かりますか。で、染みてますね、このごぼうに。そしたら他のお野菜も染みさせていきますよ。人参と大根を入れます。皮そのまんまなの、楽でしょ。これ時間はちょっとかかるけど、結構ね、お手軽っちゃお手軽なんですね。そうするとこの鶏の脂が全体に行き渡ります、お野菜に。で、お野菜にコクが増します。これ最初に炒めることが大事ですね。全部ぶち込んで煮てもそれなりに美味しくなるんですけども、最初に炒めてこうね、香りを出す、全体に油回ったなと思ったらきのこ入れていきます。これをね、入れるとぐんとね、秋っぽくなってくるんですね。これそうです。これで、きのこっていうのはですね、旨味成分がすごく強いので、この鶏汁にすごく合います。具材としてもいいし、出汁がすごく出るんでね。だから香りはごぼうで作ってですね、食感は人参と大根、
そして旨味と、食感、香り、この全てをですね、このキノコで、賄っていきます。僕の料理は全て入れる意味があります。はい、じゃあこれぐらい炒まりましたら、ここから汁を入れていきます。もう火は強いままでいいので、水大さじ1リットル。あ、大さじ1リットルってなんだ。1リットルです。大さじはいらないです。さっきの鰹節、これで出汁をね、取る。これ入れるとね、もう本当に普通に鰹から取った出汁が、こさずに作れるんで。でね、このね、柄もね、全部粉になってますから食べられるんですね。そして、調味料入れていきます。みりんです。みりんで甘みとコクつけていきます。これ大さじ3杯。あとお酒。お酒はね、香りですね。香りとコクです。大さじ3。そしてね、味の素ですね。これね、豚汁に味の素を入れるのがあって、いう方もいらっしゃるんですけども、これはね、至高の味噌汁の時も説明したんですけども、だし汁って基本的に昆布だしとかつおだしの合わせだしが基本じゃないですか。なんですけども、まあ、昆布って結構、煮出すのに時間がかかったりだとか、ありますので、今回は味の素、昆布の旨味っていうのはグルタミン酸ですので、このグルタミン酸を、味の素で加えていきます。1、2、3、4、5。6。これね、たったこの1リットルのお湯に6振りの味の素、本当に違うんですよ。びっくりします。昆布だしと同等の旨味を得ることができます。そしてね、昆布を使うとね、結構その昆布の香りが主張してくるのもあるんですけども、今回はね、ちょっとカツオの香り生かしたかったので、あえて味の素なんです、これは。で、ここでお味噌。僕ね、いつも花丸家の田舎味噌使ってますからね、これね。で、こいつを大さじ6。お味噌汁を作るときに言うんですけども、煮立たせないっていうのが基本だと思うんですけども、お肉の汁とかだと、むしろね、煮込んだ方がいいです。味噌の香り、すごくいいものなんですけども、この香り、僕は煮込んだ味噌の方が、この鶏汁に合うと思いますんで。で、味噌の香りがなくなるっていうんですけども、むしろね、鶏汁は、このお野菜の香りとかを活かしたいので、味噌の香りはですね、そこまで活かさなくても平気です。後入れでやっちゃうと、どうしてもね、味噌汁感が出ちゃうんですよね。味噌汁ではないんです。これは鶏汁なんですよ。なので、お野菜と、この、お肉にね、味を入れたいので、お味噌は最初に全部入れます。鶏汁の場合は、鶏のね、アクとか出るんですが、アク取らない。アクもね、インド料理とか、洋の料理だと、結構ね、アクを取らない料理もすごいいっぱいあるんですよ。なんでかっていうと、アクも旨味って考えるからですね。これを言うとね、結構皆さん、なんでアク取んねんだとか、なんで味噌最後に入れねんだよっていう方いらっしゃるんですけども、全部知ってますから、それ。あえてやってるんです。はい。で、疑問に思う方、これ本当に美味しいのかよっていう方は、やってください。僕はやったけど美味しくなかったっていうのは甘じで聞き入れます。そうしましたら、今もう沸きましたので、これで蓋せずですよ、弱中火で20分煮込みます。まあ、中火と弱火の間ぐらいですね。はい、このポコ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 っていう状態を20分キープします。はい、ということですね、20分の間に何が起きましたかというと、豚汁が煮えました。あと僕のグラスが空になりました。ということでですね、これからですね、最後の仕上げに行きたいと思います。アクも取ってないんですけども、アクってね、煮込むとね、中に吸収されていくんですよ。香りがすっごくいいです。はい、味噌の香りも残ってます。野菜の香りもかなりしますね。で、ここにですね、最後にニンニクと生姜をおろして入れます。こんな感じですかね。で、もう一かけ、はい、入れます。で、あと生姜ね。で、これ、ね、最後にね、入れることによって非常にね、生姜とニンニクの香りがね、生かされるんですね。はい、これ溶かし込みます。おろされてますんで、少し加熱するだけでね、すごくこの汁に鶏汁馴染みます。で、最後にお葱ですね。はい、ネギね、最後に加えてください。そうするとですね、ネギのちょっとシャキッと感も少し残りますし、何よりね、こうネギの香りがすごくよくいい。はい、じゃあネギを混ぜて、もう本当に数分煮込んだら、これで完成。こちらで至高の鶏汁完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。ありがとうございます。今日ちょっと北の錦純米大吟醸この先をもじゃあいただきます。もう香りがすごいですね。やば、汁の味が最高なんですよ。炒めている野菜の香りがガッと出ててですね、旨味と香りが出ております。ニンニクと生姜使っているんですけども、非常に上品な味。大元の出汁をね、カツオと昆布と同じグルタミン酸の味をですね、つけてるからですね、老舗小料理屋の味ですね。あ、俺これ大好き。
そして鶏とですね、味の素と鰹節ときのこの旨味がものすごい、これ時代に旨味ついてますんで、旨味が強いとですね、塩分をそんなに入れなくても美味しいっていうですね、満足度が出るっていうのはですね、味噌だけでやってるんで、至高の豚汁より塩分がね3分の2カットされてるんですね。非常に優秀な食べ物になります。せっかくこんなうまい豚汁ができたんで、みんなにもシュ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 をさよなら、じゃあ乾杯。よし、いいね。いただきます。いただきます。どうぞ。あー、うまっ。しみる味。豚汁の場合は白だしで使ってたんだよね。だ白だしって、白だし自体に塩分がすごい強いから結構しょっぱくなりがちなんだけど、塩分味噌だけで決めてるからほとんど、なんでかなりね味噌感が出てるよね。でも主張すぎしすぎてない。これがうまみが多い状態なんだね。きのこのうまみとか溶け出して、具材の切り方、鶏肉とかも、ちょうどいいですね。ゴロゴロって入ったのもいいんだけど、もちろんいいんですけど、まあ俺酒飲みだからやっぱちっちゃい方がいいんだよね。ちょこ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 食べたいから、僕はこれぐらいの切り方ですね。からの秘密っすよ。あ、秋の夜にこれで晩酌行きたい。秋レシピでございます。冬になったら冬でまた具材変えてやっても、冬とかだったら芋とか入れてもいいね。あ、最高ですね。もうとにかくね、この梅雨のね作り方で、あと野菜をちゃんと炒める、ここをポイントを押さえてもらえば全部美味しくなる。これとご飯でいい。俺はほんとそれとご飯でいいわ。ということで、だいたい 3,4 人前できる最高にうまいレシピになりますので、ぜひ皆さん試してください。もうちょっとじゃない、3,4 人前以上がいい。5,6 人前はじゃない。だって俺は人だって丼で食うもん俺。いやいや、まあまあ、いや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 、その前提が出していないじゃん。丼で3,4 人前やろ。だから3,4 人前。はい。です。